ジャマーのシグナルをキャッチすればいいか。とりあえず金融街をスイングしまくってシグナルを探してみよう。シグナル発見、追いかけてみよう。ちょっとパーティー開いて僕を呼ばないわけ？
ねんねしてな。ジャマー壊せば終わり。壊すのが一番ってこともあるんだよね。スカッとするし。スパイダーマン、うまくいった。わずかに信号を受信してる。文字化けしちゃって部分的にしか読めないけど、フィスクとギャングって。フィスクは犯罪組織の親玉でも、盗みはヤツのスタイルじゃないはず。システムを普及させればヤツらの計画も暴けるかも。ジャマーは残り1台。あとはよし、今ので最後だ。システムが復旧するはず。スパイダーマン、防犯システムが復旧したわ。よかった。フィスクの一味に関する情報は見つかった？いいえ、でも鳩場で無許可の行為が確認されたみたいね。今から座標を送る。調べてみる。逃げられる前に鳩場に行かなきゃ。小さな軍隊には十分なくらい。あいつらまたろくでもないこと企ててそうだな。あいつら銃で何する気なんだ。
なんだ。じゃあおやすみ。マジかよ、スパイダーマンがいる。ビビりかかないでよ。金かけて ID と気のせいなんかじゃない。そんじゃ計画暴いてやるか。銃と刑務所の看守の制服、それに偽造 ID、 フィスクをラフトから脱獄させる気？脱獄ごっこの邪魔してごめん。楽勝だね。ここからはニューヨーク市警にお任せ。こっちも全て解決。協力ありがとう、スパイダーマン。ハッキングのことは秘密にしておくけど、見つかったら自己責任だからね。何の話だか僕にはさっぱり。じゃあ僕は防犯システムのサーバーから自撮り写真削除してくる。
通報はいい。ひどい事故だな。怪我人がいるかも。お願いだ、助けてくれ。動けない。助けてくれ。誰か。助かった。Thanks, big guy。もうダメかも。今行く。落ち着いて。店の酒盗んで酔っ払って運転さ、あいつらのせいだよ。こんな事故を起こした奴らは見つけて捕まえないと。警察が設置した通報システムとそこら中にあるタワーが市民の権利を侵害する恐れがあるって私の警告は覚えているが、犯罪抑止用のシステム。ディスクを逮捕したら小物が急にのさばり始めた。スパイディじゃないか。あんたのことマジです。警察が来るからお別れだね。ああ、そのマスク見るとヘドが出る。ファイティングポーズ取って。それって反撃。ドアを壊してるみたいだな。回転待ちきれないわけ。ノックって知ってる？
それじゃあ刑務所に行こう。戸締まりはこの場所よりよっぽど厳重だけどね。ないんだよね。
僕には言われたくないだろうけど、他人を殴っちゃダメだよ。強盗は働き者だな。まあ、フィスクはゴロツキ嫌ってたから。お待たせ。お前、クモ野郎だ。自分が次のフィスクだって思い込んじゃう人いるんだよね。まあ牢屋に入るわけだけど。スパイダーマン、やっぱりこの街にはあなたがいないと。
こんなとこでドラッグストア開店する気？ビールっていうか挨拶状みたいなもんだ。大事なのは気持ちだよ。バカ、考え直せって。アピールスパイダーマンだ。鉄物を貸して。ああ、君たちキングピンの訓練生？かわいい。犯罪の中でもドラッグは一番嫌いかも。トップ5に、ん？ワースト 5？ どっちだっけ？ユリにメールして警官を。建設か。ユリのためにチェックしとかなきゃ。犯罪者には赤色せず代わりにぶちのめしますって看板に書いてあったろ。スパイダーマンが守ってる街で強盗するなんて底抜けのバカだね。番組のネタになる前にあいつら止めないと。
また来た。あのさ、普通の仕事でもこのくらい頑張ろうとか思わなかったわけ？自業自得だよ。動画に撮ればよかった。後悔させてやるよ。そのスーツよく作ったな。スーツを調節してもがいてる音がないか聞いてみよう。ほら、足伸ばして。ありがとう。俺兵所恐怖症なんだよ。戻ってきた。頼む、守って。じゃあおやすみ。被害者が子供じゃない時でも誘拐罪って言うんだっけ？
帯へ車の衝突事故が発生。隊員は至急現場に急行せよ。目撃者によると現場はヤーズ。あの事故ヤバそう。みんな無事かな。下に誰かいる。急がないと。オッケー。あとこれでどうだ。オッケー、救助完了。あとの始末はプロに任せよう。こんなとこでドラッグストア開店する気？休憩タイム。なんだよ。ねえねえ、君たちちゃんと所得税払わなきゃダメだよ。犯罪の中でもドラッグは一番嫌いかも。トップ5の、ワースト5？どっちだっけ？ユリに場所をメールすれば警察がご到着。全部隊現在逃走者を追跡中。通報によると場所はノーマットの近辺。あの猛スピードの車、なんとかしなきゃ。
また来た。犯罪者の割にはちゃんと団体行動できてるね。
ドアを壊してるみたいだな。回転待ちきれないわけ。ねえ、フィスクの部下はもっとプロだったよ。楽勝だね。それじゃあ刑務所に行こう。戸締まりはこの場所よりよっぽど厳重だけどね。フィスクが捕まってから取引が横行してる。どうにかしないと。それって合法なお薬じゃないよね。実際フィスクは秩序を守ってたのか。フィスクが恋しくなってきた？僕が？まさか。前は警察に手書きのメモ残してたけど、最近じゃメール。わびしいな。
車の事故だ。ひどいな。誰か怪我したかも。車の中に誰かいる。あとちょっと。今行く。落ち着いて。あの人障害物で車から出られないんだ。事故を起こしたやつ捕まえないとまた事故を起こすぞ。
バッドニュース。これから免停講習山ほど受けることになるよ。あの車を止めないと。また増えた。あいつら意外と団結力あるかも。自業自得だよ。やっぱ僕ってかっこいいかも。これでスパイダーマンのニューヨークドライブツアー終了です。こんなとこでドラッグストア開店する気？ただのおしゃべりだ。何も買おうとなんてして。
君たちちゃんと所得税払わなきゃダメだよ。ディーラーボコボコ、ドラッグ撲滅、それが僕流ってね。前は警察に手書き。フィスク建設か、ユリのためにチェックしとかなきゃ。スーツのアルゴリズムを使って誘拐犯が行きそうな場所を推定しよう。兵所恐怖症なんだよ。まずい、奴らだ。やっちまったな、おい。華麗に KO。 食い止められてよかった。ひどいことになってたかも。ニュース番組のネタになる前にあいつら止めないと。通報した。お前が盗んで強盗に使ったぞ。止まれ。
よそ見運転かと思ったよ。ちょっとやった。また来た。あのさ、普通の仕事でもこのくらい頑張ろうとか思わなかったわけ？暴行現場か。止めないと。ノリノリだね。最高。あれ、殴られるの嫌い？先に言ってくれなきゃ。助けないと。お待たせ。
きな。自分が次のフィスクだって思い込んじゃう人いるんだよね。まあ牢屋に入るわけだけど。運転してたら誰かが死んじゃう。また来た。犯罪者の割にはちゃんと団体行動できてるね。上がり。